どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日の都市伝説なんですが、前にもね、扱ったことがあるんですが、ロゴに関する都市伝説をやっていきたいと思います。今回のロゴなんですけど、今回の商品はこちらですね。アサヒザリッチ、こちらでございます。実はこのザリッチのこの CM でもね、よく出てるこのロゴ、実は世界を裏で操っているとされるロスチャイルド家の紋章に似ているんです。っていうのも、これに似たロゴ、ロスチャイルド家の紋章、これと似たようなロゴを使っているのが、実は日本の主要機関にもあります。っていうのも、これ日本銀行、日銀の紋章っていうのも、こういう猛獣が勲章を持っているものが使われています。っていうのも、これ実は元は次の紙幣にも使われる渋沢栄一が作った銀行が元になってまして、その渋沢栄一に銀行業というものを教えたのがロスチャイルド家と言われております。つまり、日本の紙幣を発行する銀行、日銀はロスチャイルド家の傘下にあるということになります。僕もこのロゴを見て、 CM でまず見てびっくりしました。っていうのも、もともとこのザリッチ、これ自体はもうてっぺんを取るという風な位置づけで作られていますので、この紋章という部分に関して言ったら、もう差し支えないぐらい正確なものが入っていると、さすがトップを取るぐらいのものなんじゃないかと。ただ、まあ、ロスチャイルド家言ったら世界有数の富豪なわけですよ。で、裏から世界を操ってきたとも言われております。なので、このアサヒザリッチ、これがてっぺんをそういった裏から取れるようなビールになってほしいという意味を込められていたっていうメッセージになっているということになります。信じるか信じないかはあなた次第です。いや、ザリッチね、美味しいんですよね。実は結構飲んでます。これ飲みながら、やろうかなどうしようかなって、うちまだロスチャイルド家に関しての都市伝説っていうのはまだあんまり出してないので、まあ、これを皮切りにちょっとそういった都市伝説動画も出していこうかなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。